おはようございまーす。肩が痛い。なんか最近寝違いがすごいんだよな。首とか肩が痛い。そう、あんまり薬を信用してないっていうか、飲みたくない派なんだよな。なんか余計具合 悪くなりそうで、もう舌も回んなくなってきた。ちょっとラムネ食べよう。ラムネ。おいしょ。ちょ、焼きそばとおにぎりが最高なんだっつうの。知らないっしょ。ね。胃袋は男なんだから、そういうものを求めちゃうね、私ね。そんな、ねえ、なんかさ、ティラミスとかさ、プリンとかそういうの食べねえんだよ。甘いもんとかね。男の胃袋だから、焼きそば、ハンバーグ、チャーハン、餃子とかさ、ピザとかそういうものを欲しがるんだよ。胃袋的に。うん。いや、女の人はあんま食べないでしょ。焼きそばプラスおにぎり2個なんて。それはもろ男の食べ物じゃん。ね。男が食べるもんじゃん。そうでしょ。だって胃袋はさ、だって変えられないじゃん。いくらね、見た目が女の子だろうが、胃袋はおっさんなんだから。ね。体の構造は、DNA は男なんだから変えられないじゃんって。多分数値とか決まってると思うんだよね。男の人が一日取らなきゃいけないカロリーとかあるじゃん。使う消費レベルとか、そういうのも男と女って違うと思うんだよ。ね。だから、女の子の食べ物を食べても、私は、カロリーが足んないと思うんだよ。うん。そうね、体的に。見た目も男よ、あんたは。あなたの目がおかしいだけでしょ。ねえ、ここにいる9割は私のことを女だと思ってんだかな。勘違いしちゃね、ダメよ。ねえ、ほんとだよね。おはようございます。直樹兄さん。何ですか、昨日の配信は直樹さん。変な、いやらしい女と配信してて。楽しそうだったじゃないの。新しい彼女ですか、ぬるるんだっけ、ゆるるんだっけ、下ネタばっか話してたけどさ。いや、直樹兄さんね、やきもちなんかかかるわけないの。だって直樹兄さんのチンポ見ちゃったしね、きったねえの。もうなんかもう幻滅って感じ、すべて知ってしまったみたいなさ。もうあの直樹兄さんのチンポが衝撃的すぎてね。ガチで。もう、なんか直樹兄さんイコールあのチンポだな、みたいな。本当に。もうイメージがさ、そう。いや、黒くはないけどね、なんかすごい変な形だったね。なんか NASA のロケットって感じ。ね、今アルテミスって言ってさ、また月に行こうとしてんだけど、昔。もうさ、話聞いてよ、もう。なんで聞いてくれないの。気持ち悪いな。何しに来てんだよ。お遊戯会じゃないんだよ、ここは。保育園じゃん。iPhone の画面がバキバキな人いるけどって。iPhone のね、画面をね、そのまま放置してんのね、美人が多いの。女の人で診断すると、そのまま修理出さないでバリバリの人いるんでしょ？だいたい、バリバリにしてる人ってブスは少ないよね。ブスこそ iPhone の画面とか直したりする。いや、本当に。兄さんが病院行きなさい。あなたの包茎手術の方が先でしょ。人に言ってる場合じゃないよね。兄さん？あなたのチンポを直した方がいいわ、先に。整形手術で。バファリン。ご飯はね、お腹が空いてないの。最近朝食べれないんだよ。ご飯食べようと思ってもね。食べようと思って、昔はさ、もう、パッとさ、朝の、
7時に食べてたの、7時とか8時ね。最近どん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 ご飯が、食べる時間がどんどん伸びてって、そうなんだよ。結局なんか朝ご飯を食べようかなと思った時に、昼ご飯になっちゃったりとかね。だから、最近は2食になってるんですよ、ご飯自体が。やだなぁ。もうなんでケンジ君と会うってなるとこう、具合が悪くなるのかな。もうそろそろね、ケンジ君と会う約束してんだよ。やだよね、ほんとに。タイミング、毎回こうなんだよな。なんなんだろうな、ほんとに。そう。毎回ね、あーデートだっつってね、やっと会えるなっていう時にそういう風になるんだよね。いつとは言わないけど、まあ近々会うことになってんだけど、会うなってことなの？あ、神様が私たちを会わせないように引き裂いてんのかな？ゴッドがね、神様がいるとしたら、私たちはダメよと、合わせませんよ、みたいなさ。織姫と彦星状態みたいなね。いや、ケンジ君はもうノリノリよね。ノリノリで、今なんか士気が高ぶってんのっていうの？お互いにね。お互いにあーってボルテージが盛り上がってて、もうだって4ヶ月会ってないかな。すごい盛り上がってんね、いろんなとこがね。多分、ケンジ君のあそこも盛り上がっちゃって、もうぶち込みてえなっていう感じだと思うんだけど、今んとこね。はい、出ましたよ、ほら。01君の定期が。これご本人だからね、これね。ご本人が定期してますね、また。モンジュリは結局、一人でしかできないただの親父でしたらって。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。だって配信って一人でやるもんじゃないの？そこが間違ってますよね。じゃない？複数でやるもんなの？配信って。もともと一人で個人でやるもんじゃないのかな？私はそう思うけどね。あー、なに？今裏で配信中なの？ 01 くん。じゃあ宣伝だ。あっちの、ね、焦ってんだの？数字が減っちゃってさ。宣伝だの。とりあえず、モンジュリのところに宣伝して、こう、宣伝部隊みたいなのがいるんだよ。な？数字が少なくてちょっと焦ってんだろ？リスナーが。リスナーなのか何なのかわかんねえけどな。税務署の人とは話したけど、私ほとんど黙ってたからね。余計なこと言わないように。はい。はい。はい、そうです。はい。わかりました。はいみたいなさ、そんな感じじゃない。じゃああっちは結構聞いてくるね。藤沢さんこうですよねって言ったの。はいそうです。はいみたいな。うざいって何？ちょっと待ってね。やば。ちょっとやば。ちょっとやばいな。ちょっとすいません。ちょっと横になりながら喋るね。やっぱダメだわ。いや、下どころじゃない、上がやばいよ。ちょっと、セーラームーン、もう私、ドンピシャ世代だから。ムーン、プリズムパワー、メイク、アップ、チャン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 、チャン、チャチャン、チャチャラダチャチャラダなんてね。いや、私、セーラームーン大好きだったのよ、本当に。いや、すごいね。銀髄賞もついてんじゃん、ここにほら。これ銀髄賞だよね。あれ違う。プレゼントも税金払えないの。何の話をしてんの？え？じゃああなたたちね、旦那とか彼氏からね、何百万する指輪とかもらってるけど払ってんの？全部払ってんの？カバンとかもらったりとかしてるけど一人ね。そんな払う必要ないし、プレゼントだし。ね、現金じゃねえかな。プレゼントを払う必要ないの。そういうの調べてきてくんないとさ、脳みそが弱いっていうか、私の方がベテランになってきちゃったんだからね、最近。ベテラン。おお、話聞いてる？
聞いてないよね、ここの人たちってね。聞いてんすか？全然聞いてないよね、私のパンツの話を。あ、聞いてんの？聞いてんだったらいいけどさ。なんで最近ヨギママと電話しないの？ほっといてって言われたから。で、あっちから連絡来るまでは私は連絡しないよ。だってほっといてって言われたから。なんで連絡しないのって言われてもしょうがないんで、あっちがほっといてほしいって言ったかな。ねえ、連絡を待つまで待ってるって感じ。うん。誰に話聞いてなかったの今。ヨギママに言われたの。一週間ぐらい連絡がなくて、ね、LINE も既読がついてなくて。それで私がヨギママどうしたのかねって言ってたら、ほっといてほしいと言われてから、もう2ヶ月ぐらい経ったんだよ。ね。本当に。はい、しつこいね。なんかした？してないよね、全然。あっちが勝手に怒って、あっちが勝手になんか、絶縁みたいな感じにしてるんだっけ。絶縁ではないけどね。一回じゃあ私がね、もうお友達やめようかって。LINE とか Twitter もブロックしようとしたら、あっちから連絡が来たんで、ちょっと待ってて、みたいな。え、どっちみたいな。めんどくせえ、みたいなさ。え、結局何なのみたいなさ。だからほっといてほしいって言ってたんだよ。いや、そういうカマチョな人っているじゃん、やっぱりさ、もう、私、カマチョって基本さ、絡まないかな。じゃね、カマチョに絡むと、こっちもカマチョになっちゃうし、どん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 ね。そうじゃん。なんか、カマチョ具合が、なんか、自分に影響を与えるようになるんでしょ？カマチョの人と付き合ってると。お友達選びとか、お付き合い選びって大変なんだよ。自分に影響があるの、周りの人ってね。だから付き合う人は本当に、選別した方がいい。本当に悪いお友達と付き合ってると、どん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 自分が影響されちゃうから。本当にね、そこら辺はお友達とかは選んだ方がいいよね。うん。まあ、愛子ちゃん、まあ、長いからね。お友達っていうか、なんか、腐れ縁っていうかさ、なんか、そんな感じはするけど、愛子ちゃんをね。だって、愛子ちゃんと絡むと、なんかあるじゃん。私にも影響がやっぱり出てくるでしょ？警察沙汰になったりとか。それが影響力ってことだよね、やっぱりね。そうじゃん。ねえ、そこが怖いよね、って話だよ。うん。出るかちゃんと。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゴー！いくよ！熱い熱い！熱い！熱い！いくよ、寝るよ。こうやって集めて。こういう風にね。こういう感じで。よいしょ。な、こう感じね。ギャッと、ギャッと集めてさ、こう感じね。いいよ。いっちゃんよー、入れちゃうよ、ズボッと奥まで入れちゃうからね、いい日入れちゃうよ、いい奥まで入れちゃうよ、いくよ。で、こうやってほぐしてあげるで、こういう風に。こうやってまんべんなくね。絶対に行き渡る感じ。もうこれ入れたし。あ、苦しい。ちょっと待ってね。どうしよう、息ができない、どうしよう。あ、やだ。あ、ちょっとパニックになってきちゃった。あ、やばい。ちょっと待ってね。どうしよう、息ができない、ちょっとパニック状態になっちゃった、また。じゃあ腹が据えないからパニックになっちゃってる今。あ、じゃあこ
ちょっと待ってね、ビズドモービズ。はい、オッケー、苦しくかもしれない。ちょっとやめた方がいいかな。あ、どっちか、吸うの忘れちゃう。どっちだろう。飲んだ方がいいかな、これ。ちょっと待ってね、どうしよう。わかんなくなっちゃった、飲む。ダメだ。ちょっと待って。ちょっと助けて、本当に息ができない。じゃあ行きますか、ウルトラス。朝の早から笑顔で毎日おはジョリモンジョリ、笑顔に勝る化粧もなし、あとつ病に未万事。ウルトラアンタイダメだ。モンジョリ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 。見事に綺麗になりました。お腹の中全部抜けました。ちょっと待って、危ない。